皆さんもごきげんよう。厚切りジェイソンが、自分の運命は自分で掴みに行く、20歳で学生結婚 IT 企業役員芸人挑戦し続ける人生を語るという記事なんですけど、この人の、ね、本が結構売れてるそうなんですよね。で、この方なんかは今の時代にすごいマッチする人だなと思います。ユーモアがあって、まあ謙虚だし、その敵作んないキャラじゃないですか。なんか素晴らしい人だなって、まあ漠然と思ってました。で、人生どうなるのか分かんないこと、本島家の恵みと対談しますね。ジェイソン流お金の増やし方を読みました。これって本当信じられない。すぐにやらなきゃというのが感想です。で、実際に本に書いてあることをやる人とやらない人がいる。今実際にやる人は10年後、確実に豊かになってると思います。で、冒頭に書いてあった、この先、食っていけるだけのお金は貯めたよって、別にそれを目指していたわけじゃないけど、それをやったらそうなりましたね。まあ、こんだけね、コロナで経済苦、生活苦の人がいる中で、まあ、いい話ですよね。まあ、この人みたいな、なんか、気構えで行動してれば、こういうふうになれるんだよね。まあ、この人、まあ、元からのなんかね、ポテンシャルとか高そうだけどね。でもさ、経済的な余裕は人生にとってとても大事なことじゃないですか。大事です。それこそ挑戦ができる、自由につながりますから。そうなんですよ。だからこの本について話に伺う前に、ジェイソンさんがどんな人なのか探っていきます。で、日本はにどういうきっかけで来たの？大学の途中、研究所のインターンシップをするために来日した。本当はシリコンバレーに行くつもりだった。面接した結果行きたいところは落ちた。それで自分なりに、挑戦する、勝負するスキルを身につけるために、コンピューターサイエンスと何かを組み合わせた、両方を必要としているところで頑張ろうと決めて就活した。もう一つの月の日本語だった。で、日本にそのビジネスチャンスがあると思ったってことなんだよね。で、日本は先進国で技術的に優れていて、当時は2つ目に大きな経済大国でしたから。そうなんだ。こんだけね、日本の人がね、なんか政治とかさ、会社とかにね、みんなブーブー文句言いながら、アメリカ人の人がこう思ってるって、不思議な感覚もしますよね。日本に来た時はまだコメディアンをやっていないじゃん。まだやってない。そっから1回アメリカ帰りました。で、365日間日本にいた。もっといたかった。日本大好きなんだね。日本の印象良かった。魔法をかけられたような感じだった。楽しかった。楽しかったし、生きやすかった。日本にいた1年間、何でも魅力を感じた。ね、日本人より日本に対してポジティブじゃないですか。そしたらめぐみが1年間日本でしっかりとインターンシップをやってアメリカに戻った。後も日本に未練があった。ありました。日本にいた頃はひたすらエンタの神様を見ていた。で、ミシガン大学に戻って、ちゃんと卒業したのか。卒業した。就活をして、日本の企業からも一応内定をいただいて、日本に行くつもりだったけど、アメリカにいるので、アメリカの会社ともいろいろ話をして、それが最初に就職した会社で、GE、アメリカ大手の GE ヘルスケア。日本にいた頃、僕の妻となる人と出会って、アメリカで結婚した。連れて帰ったのって、すごいね、この人ね。肉食だね。いろんな意味でね、アグレッシブな。ビザの関係でめちゃくちゃ大変で、僕が先にアメリカに行って、婚約者、ビザを申し込んで半年ぐらい経って、妻が合流してアメリカで結婚した。まだ学生、インターンシップ中に20歳。すごいね。全部固まってから結婚すると冒険する期間がないじゃないですか。まあ、見切り発車でいいやと思ったんだね。まあ、こんなもんだよね、結婚ってね。俺したことないけど、人生どうなるか分かんないからこそ、一緒にいろいろな思い出を作って、歩んでいけるような、ジェイソンもすごい、ロクさんもすごい。まあ、確かにね。妻を愛してんだね。大学生の人生に飛び込んでいく。就職が決まってないし、学費の借金もある。将来真っ暗かもしれなかった。ああ、そうなんだ。そんな状態でここまでね、結果出せるっていうのは希望あるよね。今コロナでね、お金とか、ね、親がそもそもお金があんまないっていう人もいるじゃないですか。でも、やる気とか挑戦とかで、いくらでも開拓できるっていうのがなんか証明してくれたよね。もちろんこれジェイソンだからとか言っちゃったらもうおしまいなんだけど、まあ、そう思わずにね、やっぱ自分たちにもヒントにしたいよね。奥さんが偉い GE に、入社して、奥さんはほっとすんね。エンジニアとしてアメリカの一流企業に入ったわけだから、しかも、特別な、リーダーシップ訓練プログラムを、通して入社したので、毎年違うプロジェクトに関わりながら特別な訓練も受けて、夜間のコンピュータサイエンスの博士号も学費も全額負担してくれるということで条件で働いていた。博士号じゃねえや。すいません、修士号でしたね。会社で働きながら大学院に行かせてくれるの。そう、しかも学費も負担してくれる。その
間に日本語検定1級も取った。すごいな。若い時に努力しないと、その後アメリカの、ベンチャー企業に入って日本法人を作ろうとした会社だった。日本語ができて日本に住んで働いたことがあって、修士号以上にコンピュータサイエンスを持っていて、英語と日本語をビジネスレベルで話せる人を探してますと言われて、それは俺だと思った。そのベンチャーがものすごく伸びる可能性があると。自分の運命は自分で掴めに行かないと。ここで終わってるんですけど、でこの、まあ、本の宣伝なんだよね、はっきり言ってね。ジェイソン流お金の増やし方っていう本で。なるほどね、やっぱ挑戦し続けるって大事だよね。マジでこれは思いました。まあ僕はまあ今40歳で、まあ、19歳から30、いくつだ39とか8とまでずっと、まあ、ミュージシャンになりたくて、まあね、それで飯食いたくて挑戦して、まあ、結局うまくいかなかったんだけど、で今 YouTube 挑戦してるんですけど、まあ、僕もねチャレンジ is my life って人生なんだけど、このジェイソンさんとはものすごい差がありますよね。結果出てるか出てないかっていうところでね、まあ、結婚もしてないし、まあ、それでもまあ挑戦して、なんか道なき道を歩くっていう人生が僕は一番いいと思っております。ありがとうございました。